竹内さん、こんばんは。前回のひろきさんの YouTube で竹内さんの話は面白いと言ってました。早くコラボお願いします。って <laughs> ありがたい。ひろイきからの評価。ひろイきの話も面白いよな。あの子の話は本当、なんだろうね。あっさり切り捨てるけどさ。 意外となんか優しさがあるからさ、まあ、自分が完璧な人生を送ってきてるわけじゃないってこと多分自分自身でも分かってるんだろうし、失敗も知ってるし、でも世の中の仕組みをさ、うまく理解してるから、<laughs> 切り抜けられる方法はあの人はいろいろ知ってるよね。